かってませんアベさあというわけで皆さんこんばんは。さあ今週もですね広島カップ旅行2022週末版始まりましたでございます、はい、今日もちょっとゆりちゃんにいろいろ応援歌をレクチャーしていきたいんですけども、はい、僕ちょっとねこの選手歌いたいな、この選手の応援歌歌いたいなっていうのがあるんですよ。はいはい、誰ですか？あのね、阿部智弘選手。ほうほう。知ってますか？知りません。早いですね。はい、まあ、2016年から18年のカープ3連覇の時はめちゃくちゃ活躍してくれたの。でも最近ちょっと怪我とか、あと若手がバンバン出てきちゃったから、今ね、出れてないんだよね。阿部選手の応援歌好きなのよ。だからちょっと、今日は阿部選手の応援歌レクチャーしても大丈夫。ぜひ。じゃあ、はい、阿部選手の応援歌歌いますから、はい、ちょっと見ててください。はい。はい、こんな感じで歌いますんで。はい。それでは、阿部選手の応援歌いきたいと思いまーす。新しい時代に今手を伸ばせ終わらぬ。夢の先に導いてくれ。それかっ飛ばせ、阿部、それ阿部、阿部、それ阿部、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 バン。それが飛ばせアッペもうできます。早いね。もう習得した。はい、大丈夫です。だんだんね、覚えるスピードが速くなってくる、はい、素晴らしいですね。それでは、はい、阿部選手の応援歌いきたいと思いまーす。新しい時代に今手を伸ばせ終わらぬ。夢の先に導いてくれ。それかっ飛ばせアッペ。はい、アッペ。それアッペ。アッペ。アベ。アベ。バン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 。はい、かっ飛ばせアッペ。よいしょ。いやいやいや、阿部選手のさ、はい、音って高いでしょ。高いね。だってあの合唱部みたいになりそうだったので、あの下げたら、なんか変な感じ。ちょっと難しいんだよ。なんかあれ、ね、歌詞は覚えやすいんだけど、音程が難しいの。なんか、だからなんかちょっと音痴みたいになっちゃった。恥ずかしい、ボイストレーナーって恥ずかしいです。もう一回やりますか？もう一回やりたい。もう一回やりますか？もう一回ですか？じゃあもう一回やりましょう。じゃあ僕低音歌いますわ。わかりました。じゃあ私もうもうさっきの合唱部でいいですか？合唱部でいいです。新しい時代に。やんちゃん。音ずれてる。あ、俺もわかんなくなっちゃった。俺もわかんない。新しい時代に今手を伸ばして、それで改めまして阿部選手の応援歌いきたいと思いまーす。新しい時代に今手を伸ばせ終わらぬ。夢の先に導いてくれ。それかっ飛ばせアッペ、そうアッペ、はいアッペ、はいアベアベ、アッペー。出ましょう。いや、今までで一番苦労した俺だった。本当に。いや、なんかね、あれ難しいんですよ。音程がね、ちょっとパーンってなっちゃう。うわずっと。うん、高い音から入ってるから、なんか最初間違えるともうおかしなことになっちゃう。これちょっと球場でね、はい、歌いながらちょっと今ちゃかすぎるよみたいな感じで、ちょっとね、そういう雑談もできるんです、はい、楽しい応援歌なんでね、はい、ぜひぜひ皆さんも歌ってみてください、はい、そして阿部選手、ぜひこの球場でね、球場で歌えるように、一軍にまた戻ってきてください。よろしくお願いします。はい、それではまた来週からの配信もお楽しみに、はい、バイバーイ。楽しみに、バイバーイ。